鹿児島市にある豊島村役場では、リモートでの参加も含めて、振袖やスーツ姿などの20歳を迎える8人が式典に出席。宝島や諏訪之瀬島などの島民もテレビ画面で見守りました。島外で暮らしている皆さんの中からも、ぜひ将来豊島村へ戻ってこられ、ふるさとの一員として協力してくださることを願っています。式典では、社会に貢献したい、誰かの支えになる大人になりたいなど、20歳の抱負も読み上げられました。観光関係ですね。ちょっとでも何か島をこうアピールして、こうやって島を知ってもらって、ちょっとでも移住してもらいたいなとかっていうのはちょっと思ったりします。で、看護学生をしていて、その来月に行われる国家試験に向けて今勉強頑張っています。いつか、まあ、島に戻って診療所で勤務できたらいいなって考えています。成年の年齢は去年4月の改正民法の施行で18歳に引き下げられましたが、県内の市町村では成人を祝う式典の対象を原則20歳としています。県教育委員会によりますと、2002年4月2日から翌年の2003年4月1日生まれの人は1万3146人だということです。